皆さん、こんにちは。野島祐介と申します。来年春に行われます、統一地方選挙、千葉市議選に、千葉市中央区から挑戦をすることを決意いたしました。野島祐介と申します。ここ千葉市中央区では、福永博市議が40年間にわたりまして、議席を守ってまいりました。その宝のような議席を、私、ぜひ引き継がせていただいて、 市議会に送り出していただきたいと思っております。えー、本日はこの新しく野島雄介リーフというあのプロフィールが書かれましたリーフの方をご紹介したいと思っております。えー、まず1ページ目にありますのが福永博史市議とバトンタッチをしている私の姿でございます。バックはちょっとね赤色の日本共産党カラーのものになっております。えー、そしてご挨拶として、 今までの経緯だったり自分の生まれてきた生活だったりというようなことがご紹介ということで書かれております。プロフィールのところをご覧いただきますと、まあ、中学時代から声優の方を目指していたというようなこともありました中学3年生の頃には一度ちょっといじめという経験もありまして登校拒否不登校になってしまう時期もありました。で 高校の方もやはり行ったんですけどもやはり馴染むことが今の教育現場問題点あるのか馴染むことができずに中退ということで高校の方も辞めてしまいましたその後20代の頃になりまして今の新疆ウイグル自治区というところに1年間バックパック旅をした経験がございます えー、そこでやはり目の当たりにしましたのが、えー、今、国連の方でも調査が入りましたけども、えー、中国・新疆ウイグル自治区でのウイグル人への差別弾圧でございました、えー、私が行きました頃20年前ですけどもすでに差別の方は見られておりまして、えー、ウイグル人の子どもが怪我をしたまま、まあ、道端に倒れていたりあとはウイグル人の赤ん坊 え、川に投げ捨てられていたりというような状況を目の当たりにしました。えー、その時にやはり感じましたのは、まあ、このような差別、弾圧、えー、人権侵害、えー、この世から、もうこの全世界からなくしたい、えー、そう思いました。えー、そして私自身いじめにあった経験からも、まあ、教育現場からいじめをなくす、これがやはり一番やっていきたいことだなと。 思いまして、政治に興味を持った次第でございます。ですので、やはり市議会に行きましたら、このようなジェンダー差別や弾圧、そして人権侵害、千葉市からなくしていく、そしていじめ、教育現場からいじめもなくしていきたい、そう思って挑戦することを決意いたしました。続きまして、やはりあの市民の皆様の声というのをやはり大事にしていく。 来たあの福永博士市議ですので、えー、第一に取り組んでいきたいのは、えー、大森大駅、えー、千葉市中央区にあります大森大駅のエレベーター設置問題ですね。えー、千原線で唯一、えー、エレベーターがない駅ということでございます。えー、本当に、えー、市民の皆様からの要望多数ございまして、えー、エレベーターがないために え車椅子の方、そしてベビーカーを使っている子育て世代の方、使いづらい、えー、そしてそれだけではなく、えー、杖をついて歩いているような足の不自由な高齢者の方も使えないと、先日もやはり話、伺いましたところ、まあ、杖をつきながらゆっくりとホームの方に降りるけれども、まあ、10分近くかかってしまうと、えー、それでやっと、えー、降りたはいいけども、えー、電車に間に合わずに行ってしまったというような話も聞いております。 やはりこの話聞きまして、一刻も早く、この京成電鉄、働きかけを引き続き、福永博之から引き継いで、引き続き行っていきたいと思っております。そしてですね、市民の皆様のアンケート、今、取り続けておりますが、昨年度、 アンケートを取りました。結果、集計結果を行いまして、それも千葉市に、先日6月届けました。で、その回答の方も受け取っております。こちらは随時報告していきたいと思っております。はい、えー、今回はですね、えー、私が作りました、あの、野島祐介公式ニュースペーパー、のじのじポストというものをちょっとご紹介したいと思います。 えちょっとね、こののじのじポストのポストはね、あの、普通の赤いあのポストではなく、えー、アメリカのあの、有名なね、えー、新聞の名前から取っております。えーあ、まあ、これ第1号ということなんですけれども、えー、記事の内容としましては、まあ、あのー、9月8日に千葉駅で行われました、あのー、国葬反対の宣伝、えー、これ、市川、 県議候補の浅野文子さんと一緒に、えー、立たせていただいて国葬の反対をしましてシールアンケートも大変好評でした、えー。そのような記事ですとか、あとは毎週、えー、火、木、金で、えー、行っております、あの、あ朝の液頭宣伝。こちらの様子、福永博士議と一緒に、えー、宣伝しております様子を、えー、紹介しております、えー。あともう一つはですね、あのー、先月、あのー、 暴風雨の被害で、あの、白旗保育所というところ、千葉市の中央区にあるんですけども、そこの、えー、屋根から、あの、なんと雨漏りしまして、えー、布団がびしゃびしゃになったり、あと、教室が二つ三つ使えなくなったり、というような状況があるということで、えー、日本共産党の市議の中村き、君江市議と阿久井初美市議と一緒に視察に訪れた様子が、えー、を乗っけております。 この白旗保育所なんと、えっ、ー、と、あと令和のね、11年まで建て替えができないとかって言って、ちょっとそんなん絶対間に合わないよっていうような建物でございます。えっと、最後は、えっ、ー、と、私の一人言みたいなコーナーですね、ここ。えー、今回はマイナンバーカードについて、えー、お伝えしております。えー、もともとはね、えっ、ー、と、使いやすいようにっていうカードですけど、まあ、必死って言えば、あの、全部ね、情報を国が握ってしまうよというようなカード。 これを本当にお金をね、2万円ポイント上げるから作ってみたいな話ですけども、未だにね、全然浸透していないというような状況です。まあ何に使われるのか不安だ、みたいなことも書いております。はい。このようなポスト、えー、毎週発行予定でございます。ぜひとも、えー、ご覧いただければなと思っております。インターネットからも、えー、チラシの記事は見えれます。よろしくお願いいたします。では。 日本共産党が発行しております新聞赤旗、こちら日曜版の宣伝もしたいと思います。これは10月2日号ですね、国葬、強行、岸田政権を問う、新しいうねりというこの一面、トップページとなっております。そして今週号は、ですね千葉県の教職員問題について、大変詳しく紹介されております。 千葉県は全国でも、1、えー、2を争うぐらいの教員不足な県というようなことの記事が書かれております。えー、新年度になっても、えー、担任がいなくて、えー、教頭が担任をやったとか、えー、あとは、そうですね、あとは教員不足のために、えー、それが過労につながって、さらに過労が 他の教員にもつながっているというような悪循環が生まれているというような記事がなっております。この日本共産党が発行しております新聞赤旗日曜版、月額930円でございます。インターネットからも申し込みは可能となっております。お近く、千葉市中央区お住まいの方は私がお届けいたします。ぜひともよろしくお願いいたします。 えー、あと、駅頭の方、えー、毎週、えー、3回行っておりますので、えー、ぜひ、えー、お近くいらっしゃる方は、えー、私の、えー、朝の宣伝聞きに来てください、えー。そして声をかけていただけたら嬉しいです。